あ、いい天気だ。またビッグフットの足跡でも作ってみるか。こいつはやっていいです。何じゃありゃ。ビッグヘッド。銃はどこだ。銃、うん、銃。おいいじゃん。もう出そう。ザッパー。電撃を足跡する。電撃系の武器がある。はい。これも自動回復します。なるほど。あれが人間中生き物や。やれやれ。武器も取るぜ。嘘つきやろう。あ、あっちもなんか武器を取り出したぞ。ね、結構ね、普通に動き回ってる当たることはまずないので。あ、撃った撃った。じゃあまず何を考えてるか。宇宙憲法第9条に強化してる。危ねえ。いてめえ。光に弱いんだべ。そんなことは。もうあとは。ちょっと途中行ったら、豪邸も高級車も買えただよ。相変わらず贅沢三昧の生活だよ。おっと行けねえ。野良仕事の時間でねえか。収入を得てんのね、嘘の話。ああ、やってるやってる、この嘘つき野郎。いてこません。いやあ、死んだか。相手のライフがエンドルフィン抽出。倒した人間からエンドルフィンを取れる。へえ。なるほど、はい。さあ、よこせ、よこすんだ、エンドルフィンを。これを集めるゲームだね。やっべえ、大丈夫。大丈夫。脳みそ飛び出たんじゃない、大丈夫。はい。あ、ちょっと。ブースさんのうちでまた変なことが起きてるんだから、あ私思うんだけど、もしかしてあの奥さんって、あっ、火星人がいるわ、火星人が、この愛のどこが火星人や、火星人扱いすんな、どうする、防御シールド、まあライフル、ああそう、あなるほど、ライフル、これも自動で回復していきます、はい、防御シールドがライフル、あれやライフル、いややべ、あーやばい、やっちゃう、人間がゴミのような人間が、よこせエンドルフィンを、よし、これが大事なのね、さっきの人間どうしてやります、あ結構いるじゃん、やれやれ、あーやれやれ、まず、あーどんな、あーこういうグロい漫画読んだことある、やばい、あエンドルフィンは取りつつ、いいのか、はーい、そしてどんどん来んじゃん、この農村に人間が車を、あ、警察、この通報されたわ、この世界の事件だ、グラビスさん、まずいね、今度は何ですか、今度はいつもまたお隣のサマンサさんが空を飛んだとか猫に変身したとかいうたわいのない話なんですか、あ、でも実際飛んだ、海外も多そうだね、こういう、まあ、やばこれは、マジでクリプト、人間が UFO に近づいとる、はい、あいつら未だに石油を燃やして走る乗り物なんか使っとる、アホや、ださて量子変換炉なんかいじり回されたら地球ごと大爆発、え、まずいまずい、それは結構前にあの連中をやっつけるんや、ええな、ええな、はい、オッケー、急げクリプト、下等生物に勝手に UFO を生み出されたらあかん、まずいね、地球が滅びちゃうよ、こんにちは、いやー、いやー、ポリスから、まずはポリスから、これが火星流の挨拶です、火星じゃね、いやー、やばい、うわー、お前ら大好きな UFO だぜ、ほらほらほら、たっぷり、しか体になぜつけてやる量子エネルギーが、うえー、いやー、うわ、あ、乗っかったわ、いやー、それきっとまだ問題や、 UFO に乗れ、人間が行さん近づいとる、まずいな、早いとこ UFO に戻るんや、警察もやっちゃったし、まだ証拠がなくなれば何とでも言えるからね、早く逃げろ、あのおばさんは生かしておくとね、面白いから、そう、おー、さあ、ここからさらに爽快系となります、なに UFO、 どう、これはつまり、なんていうことだ、あデストロイヤー、あーデキャーいやー、人間の巣を燃やせ、ひどいな、これ何の罪もないぞ、このお子さんには、あ、そや、まだこの家は赤いです、お箸を押すとやれ、うれー、うわ、あ、熱線砲、L1 を押し続けると熱線砲を射出できる、はい、これオーバーヒートしやすいのでね、冷ましながら、下にある人間の巣、いや、すごいな、地球滅ぼしに行ってるからね、いいね、あー、ひどいな、何年も駆けつかってた建物、あこれはでも爽快ゲー、普段できないことは、来た来た来た、軍隊が来た、やべえ、戦車来た、戦車行けるのが早い、早いね、おっと通りろ、急いでしてね、おお、来た来た、エネルマークをやっつまで自宅でスカート履いていた、みんなちょっと大変だね、火薬を使った武器で戦うや、人間中奴はよくよく争いが好きと見えるな、そうだな、よし、あいつらに科学力の幸を奴を思い知らせてやるや、だろうか、撃てー、クリプトンの科学は世界一、世界一、いや世界とか宇宙というか、ああ、あれは戦車からね、危ないから、高火力の武器から、やっといって、逃げ道をでも、消してから、あの逃げ道、退路を断ってから、UFO の耐久力が、あ、減っていくと、はい、これは自動回復しないので、あ、なるほど、危ない、注意しなきゃいけません、もう
ましょう。だってどうだろう。ちっちゃいのが人間ね。まずこっから真ん中らへんからまず帰ってきて。ピンゴピピピピンゴ。ここに生き残りが一人。あ、撃ってきてるよ。いやあ、赤いメーターが敵のライフかな。そうです。怖い。まだ言うか。そんなに結果いいなこれ。誰やったれ。右下のレーダーにね、黄色いあピンクの点が映ってるんですけど、それが敵です、ね。あ、敵か。意外と分かりづらいけど、うわあ、なるほど。大丈夫か、あの平和的とか3秒前というか言ってたけど、これはもう自己防衛ですから、ね。あ、そうだね、襲ってきたからにはっていう。すべてあの農村のじいちゃんがいけない、ショットガンで撃ってきたから。あ、本当だよね。いや、こっち持ったんですけどね。持ったら牛がこっちに糞を撒き。ああ、牛のせいです。地球が滅びるのは牛のせいです。あ、偉い人来た。恐れていた最悪の事態。恐れてたの。トイレに入ったら髪がなかったようなものだ。このアメリカンジョークいいね。お前の考える最悪の事態ってのはそれが陸軍の戦車部隊が目の前で全滅したんだぞ。君らスパイ、うん、確かにひどいな。で、うん、なんだと軽いな。真実は隠そう、はい、パニックになる。あー、パニック隠蔽だ。それでこの人少なくとも大統領にはそう言っておく。偽のニュースを流して真相を隠すとしよう。わーい、君たちお得意のフェイクニュース。そうだねって、こらってアメリカの時に。そうだ、我々にとって最も大事な時期に下手な騒動が起きては面倒なことになる。なるほど。わー、オッケー、ミッションコンプリート。はーい、ありがとうございました。いや、大量の牛が変死。あ、これがニュースになったのね。あ、容疑の農民が行方不明。あー、なるほどね。今頃消し飛ばしたけどね。おー、帰ってきた帰ってきた。よーよー、頑張ってくれたな。あ、かなり頑張ったね。なんや、いろいろとごたごたがあったけど、うん、たくさんあった。かなりね。わしはほんま嬉しいで、うん。さようでございますか。はい、よかったですよ。しかし、はい、まだ気緩めたらあかんで、はい、人間中生き物はわしらが思っていたよりもよっぽど野蛮で危ない。まあね、それが人間だよ。結構下の人たちが、ね、確かにね、最前線の人が意外と熱気盛んっていう。はい、けどな、そうしたら行方不明の1362ちゃんのことをほっとくことになる。あ、すまんけど、にしたら136殺されちゃうね。そう、もう一回死んでるかもしれないけど、2ちゃん見つけてきたら行さん小遣いあげたるさかい、カニやで。そういや、大事なことを忘れとった、うん。はい、お前が集めてきたエンドルフィン調べてみたら、ああ、あれか、通常もんやったで。あ、そう。お前も知っとるように、天然物のエンドルフィンは高値で取引されとる。ああ、売れるね。地球人のエンドルフィンは結構質が高くて多分売れると。そこら辺のなんか、ああ、地球外生命体よりもよっぽど高いからたくさん取ってこいみたいな。なるほどね。宝の山。はい、宝の山。じゃあ探しのついでっちゅう。あ、まあ、そう、せっかくだからね。業さん集めてきて。わかった、エンドルフィン集めゲー、オッケー。はい、というわけで今回のミッションはこれで終了となりました。やりましたね。うん。じゃあ引き続き地球を滅ぼしていきましょうか。それでは、バイバーイ。